その内容、審議をした内容が今年の大会から反映され、いくつかのレギュレーション変更が発生をしております。一つには、この大会上位チームは JFL に昇格する権利を得るということで、J リーグの交流門である JFL の昇格を決めた大会になります。この大会の持つ意味においても格式のある大会にしたいというようなこと、それからふさわしいチームを選ぶ方法を考えるということ、それから旧地域リーグの優勝チームの旧チームは無条件になりますけれども、3枠の特別枠については地域リーグの上位チーム、上位2位までのチーム、それから、前者大会での上位チームについては2位か3位までのチーム、それから、特別枠チームについてはJFL を昇格を目指す、あるいは昇格するという確約の取れるチームという限定をさせていただいております。2年になりますけども、各地域リーグのスタート時点で、皆さんにアンケートを取らせていただいております。今年度各地域一部リーグ80チームの、アンケートの結果、80チーム中37チームが今年度の大会においてJFL昇格を目指すという回答を得ています。それから、将来、JFL 昇格を目指す、このチームを入れると全部で56チーム、約7割のチームが現在、各地域リーグ一部に所属する7割のチームが、JFL を目指すというになっております。そういったことを加味してですね、やはり、特別枠チームについては JFL 昇格を目指すということの条件を付けさせていただきました。それから、チームとしての運営力、例えば、その地域のトップで、地域全体でのリーグを行うだけの運営力、それからチーム力という点で言えば上位チーム、こういったことでやはりこの昇格を目指す大会にふさわしいチームを選ぼうということでこういった改革も行っております。それから、一番、大きなところで申し上げますと、決勝ラウンドについては、5日間で3試合、1日おきの試合をするということで、従来、1次ラウンドも決勝ラウンドも3日間で行ってたのを、決勝ラウンドについては、1日おきとして、選手のパフォーマンス、チームとしての力も発揮できるようなコンディションを目指すということで、試合内容がクオリティの高い試合ということで、今年度から決勝ラウンドについて1日おきの大会とさせていただきました。その他いくつかの変更点がありますが、これはすでに大会要項等でご覧になっていただいていると思いますので、その内容に従って、大会を運営していきたいと思っております。JFL 昇格を目指してぜひ、1次ラウンドを突破し、2次ラウンドでの上位進出を目指して頑張っていただきたいと思います。主催者を代表して、簡単ですが挨拶させていただきます。ありがとうございました。質問会長ありがとうございました。ここで本日お越しいただいておりますその他のご出席者の皆様をご紹介させていただきます。一般財団法人全国社会人サッカー連盟副会長鈴木秀夫。鈴木です。一般財団法人全国社会人サッカー連盟専務理事片岡道夫。よろしくお願いします。本大会の地域代表選手を北の順で紹介をさせていただきます。北海道地域リーグ代表、北海道十勝スカイアース中村義和運営。よろしくお願いします。東北地域リーグ代表、青森県グランデュー弘前フッ
ットボールクラブ黒部義文代表。はい、よろしくお願いします。関東地域リーグ代表栃木県栃木ウーバットボールクラブ酒井洋次監督。はい、よろしくお願いします。北信越地域リーグ代表福井県サウコス福井橋本雅人キャプテン。はい、よろしくお願いします。東海地域リーグ代表三重県鈴鹿アンリミテッドフットボールクラブ田中優斗チーム公認応援団長。はい、よろしくお願いいたします。関西リーグ代表兵庫県万里温泉加古川大塚康春代表豊島役兼監督。はい、よろしくお願いします。中国リーグ代表島根県松江シティフットボールクラブ鈴木敬郎代表取締役社長。はい、よろしくお願いいたします。四国リーグ代表高知県高知ユナイテッドスポーツクラブ宮地隆。はい、よろしくお願いします。九州リーグ代表宮崎県 JFC 宮崎常松和久たち。はい、よろしくお願いします。続きまして第54回全国社会人サッカー選手権大会成績上位のチームをご紹介いたします。東海地域愛知県 FC 鍵屋高橋聡司クラブスタッフ。よろしくお願いします。関西地域京都おこしやす京都AC 松本直也代表取締役。はい、よろしくお願いします。最後に北信越地域リーグ第2位長野県アルティスタ浅間森川達也ゼネラルマネージャー。はい、よろしくお願いします。以上の12チームの代表の方にお集まりいただいています。なお各チームの代表の方には後ほど抽選を行っていただきますのでよろしくお願いいたします。それではここで本大会の概要を説明させていただきます。手元の大会概要資料をご覧ください。本大会の名称は全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018です。主催は公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟、主幹は公益財団法人北海道サッカー協会、一般財団法人岐阜県サッカー協会、一般社団法人島根県サッカー協会、公益社団法人千葉県サッカー協会、北海道、東海、中央、社会人サッカー連盟、北海道、岐阜県、島根県、千葉県社会人サッカー連盟です。1次ラウンドは11月の9日金曜日から11月の11日日曜日、会場は塩ヶ台公園陸上競技場北海道の函館市で開催です。岐阜県メモリアルセンター長良川競技場、岐阜県岐阜市、もう一つが松江市松江市へ陸上競技場島根県島根市、この3会場で1次ラウンドが開催されます。決勝ラウンドにつきましては11月の21日の水曜日から11月の25日日曜日、ZA オリプリスタジオ千葉県市原市で開催されます。参加チームにつきましては先ほどご紹介させていただきました9地域に各チーム、これに全国社会人サッカー選手権大会で上位チームにチームを加え、さらに北信越地域リーグの2位のチームを加えた12チームで開催されます。大会形式は1次ラウンド、通常12チームを4チームずつ3グループに分け、リーグ戦を行います。各グループ1位の3チームと、各グループの2位の成績上位チーム、この4チームが決勝ラウンドに進む形式となっております。
決勝ラウンドは1次ラウンド同様に4チームによるリーグ戦を行い順位を決定します。試合時間は90分とし勝者を決定します。先ほどもご説明ありましたが今年から PK 戦は行います。順位の決定方法は1次ラウンド、決勝ラウンドともに勝ち点の多いチームが成績上位と決定をいたします。ご覧の通りの勝ち点より決勝ラウンドに進出チームが決定いたします。この決勝ラウンドの対戦結果により原則日本フットボールリーグに入会を希望しこの入会資格を満たした成績上位の2チームが2019年度の日本フットボールリーグに参入することの権利が与えられます。続きまして抽選の概要を説明させていただきます。まずは抽選の原則です。原則1としまして1次ラウンドの開催会場は各当該地域リーグの成績上位チームに限り試合を行えるようにいたします。なおこれ以外のチームにつきましてはこの適用を受けないとします。今回の対象チームは北海道十勝スカイアースが函館会場を使用します。続きまして鈴鹿アンリミネットフットボールクラブは岐阜会場を使用します。もう一つの松江シティフットボールクラブが島根会場を使用する形になります。こちらの3チームが、皆様の、目の前にあるポットの1に入ります。原則2としまして、残る地域リーグの成績上位の6チームこちらをですね、グループ枠およびポジションをフリー抽選で行います。 ABC の2チームずつ分かれております。こちらの6チームがポット2に入ります。ご覧の通りのポット2に入ります。第54回全国社会人サッカー選手権大会より出場2チームに加えてですね、北信越地域リーグの2位のアルティスタ浅野の3チームを加えて ABC それぞれ1チームが振り分けられます。こちらの3チームがポット3に入ります。なお、抽選結果、グループ内に同一地域のチーム対戦が行った場合、重なった場合でも、考慮はされません。次に、抽選方法になります。まず、はじめに決勝ラウンドのグループポジションの抽選を行います。白い箱に、抽選を行います。こちらの箱に、4つのボールが入っております。1から4までのボールが入っており、ABC グループの順でこのボールを抽選を行います。1次ラウンドの勝ち上がりポジションを決定いたし、残るポジションが各グループの2位の最上位チームのポジションとなります。こちらは牛国会長が抽選を行います。続きまして、1次ラウンドのグループ抽選を行います。皆様の前方をご覧ください。先ほど説明しましたポット1からポット3にはそれぞれグループ A、B、C ちょっとお見せいただけますでしょうか。はい、こちらのような紙が入っております。こちらがグループの抽選になります。でこの後こう左手に A、B、C の色分けされているカプセルでございます。こちらの中にはポジションのポジションが書かれた紙が入っています。したがいましてこの2回の抽選を行っていただいて最後に抽選を行う3チームはグループの抽選のみという形とさせていただきます。なお抽選の順番は予備抽選を行いお手元の資料の問いの順番となっておりますのでどうぞよろしく。それでは早速ですが抽選を行ってまいります。まずは決勝ラウンドのポジション抽選を ABC グループの順番でポジションの抽選を行います。こちらは石久保会長にお願いします。まずは A グループのポジションです。
千葉。残りが4番のポジションが成績2位の上位チームになります。はい、以上で決勝ラウンドのグループが決定しています。続きまして1次ラウンドの抽選を行います。まずトップ1の3チームのグループの抽選を行います。鈴鹿アニメと伊藤大平さんお願いします。はい、続いて B のお器から2個をください。はい、はい、そうします。E の3ですね。はい、はい、北海道十勝スカイラスターと申します。A の2、はい、続きまして松江シティフットボールクラス。はい、どっちの方に行きます。
1です1で、はい。グランビューに広さに行くと、はい、まずは骨董2のところから、はい、どうぞ。はい、A の4です。はい、ありがとうございます。続きまして、栃木ウーバーとボールドラさん、お願いします。1次ラウンドの抽選、ソフト3の抽選を行います。FC カリアさんになります。こちらは、ポジションも残りのポジションとなりますので、ソフト3のボールのみを聞いてください。
横しやす京都を、はい、抽選も終わりました。皆様の方で、今一度ご確認をいただければと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018の抽選会を終了とさせていただきます。本日のご出席ありがとうございました。各グループで、集合写真を撮っていただく形になりますので、A グループからすいません集まっていただいて真ん中に集合していただけますでしょうか。続きまして B グループの野球チームの皆さん、真ん中に集まってください。お願いします。もうちょっと、すいません。続きまして C グループの皆さん、すいません、お願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。